11月25日と26日の2日間、赤金ミュージアムの芝生広場で新居浜お宝物産市が開かれ、今東京で大人気のお店風雲寺が特別出店しました。ハートネットワークではその様子に密着しました。 JR 新宿駅から徒歩5分のところに位置する風雲寺、開店から10年が経った今も行列が絶えないお店です。そんな風雲寺の店主を務めるのは新居浜市出身の三宅茂之さんです。現在新居浜観光大使も務めている三宅さん、市政80周年を記念した事業の一環として今回故郷新居浜で特別出店をすることになりました。終わり。自分が今東京で行列ができるお店になってますけれども、やはりこの新居浜に感謝しているというか、それは何っていうと、お水をするにあたって何か一つのコンセプトをしっかり作った方がいいと思って、それは一つ新居浜太鼓祭りというものをコンセプトにお店を作ったんですね。はい。例えば入り口のいわゆる飲食店ですと、のれんではなくて、風雲寺の場合は神社をイメージした奉納幕をモチーフに、その奉納幕の真ん中の房はわざわざ新居浜に買い付けに来て新居浜で買ったもの、はい、布団締め、これももう創業した時からつけてるんですね。つけ麺のスープは豚を一切使用せず、国産の鶏を真っ白に白濁するまで煮込んでコクを出した鶏白湯、そこに四国瀬戸内海で採れた煮干しや厳選された節をふんだんに加えて作られています。私が今回のこのラーメンやスープにたどり着いたのも、結局自分の人生の中で出会いのあった前のその会社の上司だった人が、豚骨臭がダメだと、俺はこの店入れないから君たちだけで食べておいでって言われた時があって、ああそういう人も中にいるんだなと。でやっぱりランチタイムとかそういうお昼時ですと、 OL の方とかやっぱり洋服とか匂いつくのが嫌がる、やはり万人受けする料理を作らないといけないって考えた時に、それを排除しようと、それで鶏白湯という、だから全部、そのたどり着いた理由っていうのがあって、その出会いがなければ自分はもちろん豚骨絶対使ってたと思うんですね。この麺もしっかりですよね。麺なんかも私が前職イタリアンをやってたんで、アルデンテの食感、あと四国出身っていう食べ親しんだ讃岐うどん、うどんのコシ、それをモチーフに作り上げた麺なので、やっぱり人生の経験が全部生かされた、凝縮された一杯になっているという、この三宅さんの手掛ける風雲寺が11月25日と26日の2日間、赤金ミュージアムで特別出展しました。午前9時30分、イベント開始30分前にもかかわらず、風雲寺のテント前にはすでに行列ができていました。この日用意されたつけ麺は400杯。広場では年齢や性別にかかわらず、多くのお客さんがつけ麺を食べていました。スープはすごく濃厚ですね。濃いね。美味しいですか？美味しいですか？はい。美味しいよ。最後にこれからの目標について三宅さんに話を聞きました。やはり今、海外のお客様が新宿の風雲寺にもうすごく来店されてるんで、そういったお店に、外国の方ってお祭りとか和のそういった文化が大好きですから、そういったものをもっと新居浜の太鼓祭りとかをアピールできたらいいですよね。風雲寺の食を通して。